こんにちは、速稼塾です。今回はね、オリンピックについてちょっとお話したいと思います。記事があるんですよ。日テレニュースですけども、 IOC が断言、東京五輪は確実に開催ということでございます。で、この記事によりますとね、パンデミック、オリンピックの開催によってパンデミックに人類が勝利したことを示すことができると意義を強調したとあるんですけども、これなんと虚しいようなね、パンデミックに人類が勝利したってもう大敗北で、本当第3次世界大戦並みの死者が出てるじゃないですか。そういう現実から目をそらしてね、そしてロックダウンなど社会不安がまだ世界中に蔓延している中で、どこをどう見たらパンデミックに人類が勝利したというね、こういう大本営発表ができるんでしょうかね。これではね、勝利続きなのに人類はみんないなくなってしまいますよ、やっぱり現実をしっかりと捉えて、オリンピックなどね、金銭主義商業主義に走るんではなくて、まともな対応をしてもらいたいですよね。はっきりオリンピックなんてね、浮かれてる人のもう気が知れないと言ったら言い過ぎになりますけども、まあ私個人的にオリンピックに興味がないから、こういったね、オリンピック騒ぎっていうのがすごい冷たく映るんですけども、オリンピックを楽しみにされてる方とかね、そこに生活や人生をかけてらっしゃる方もいると思うんですよ。ただオリンピックを押し通そうとすると、生活や生命が不当に追いやられている人がいるというのも現実だと思うんですよ。例えばね、国民一律給付10万円すらない中でオリンピックを祝う気持ちになれますか、オリンピックを楽しむ気持ちになれますかというふうなね、そういう少数とはいえ弱者の生の声をね、踏みつぶしてオリンピックが行われて、そこで大騒ぎ喜びがあるとすると、なんともね、虚構に満ちたものだと思うんですよね。もちろんオリンピックによって頑張る人、アスリートさんの姿を見て、ちょっと辛いけど頑張ろうかなっていうふうなメッセージを送ることはできると思うんですけども、それは何もオリンピックじゃなくてもいいと思うんですよ。逆にですね、こういう状況だから、もう歯を食いしばってオリンピックをちょっと開催をね、もうやめて、その代わり別の形で社会貢献しようっていった活動の方が人の胸を打つような気がするんですけども、皆さんはどういうふうに思われるんでしょうかね。私はね、大阪がかなり危険な状態だというふうに喧伝される、その一方でですね、同じ地区で聖火リレーが なされていると、でふざけんじゃねえみたいな気持ちになると思うんですよ。で、緊急事態宣言も結局は収束もしてないのに取り下げてしまったりね、取り下げてしまったもんだから出しにくくなっちゃって、苦肉の策でマンボウみたいなおかしなことも言い出したりとか、もう本当にしっちゃかめっちゃかだと思うんですよ。これ一体誰がどう責任を取るんですかね。そして誰がそのツケを負わされるんですかね。当然ですけども責任を取る人はいません。で、私たちは一方的にツケを負わされて、そのまま人類の敗北者になるということになるんじゃないかなと。だからね、何がどう人類が勝利したんでしょうかね。勝利したっていうんだったら、このパンデミック克服されたんでしょうか。苦しんでる人はもういないんでしょうか。果たしてどうなんでしょうかね。私は大いに疑問がありますし、こういったおかしなね、世の中をもっともっと変えていかないとなと思います。まあ変えることができなければ、私はこのまま隠居してね、社会に触れずにこっそりと生きていこうかなっていう選択もあるんですけどね、なかなかそうはいかない現実もあると思いますんで、今回ね、動画にして問題提起させていただきました。皆さんはどういうふうに思われるでしょうか。コメント欄で教えてください。それでは失礼します。